オンブバッタ、アトラクテモーファラタは、バッタ目、オンブバッタ科に分類されるバッタの一種。和名通り、メスの上に、オスが乗っている姿が知られる。成虫の体長はオス2 5ミ、mm、リメートルメス4 2ト、mm、ル前後で、バッタとしては、小型の部類に入る。メスの方が大きく、体つきもずんぐりしている。頭部は、 少量バットのように前方に尖り、先端付近に触角と複眼が並んでつく。体の断面は三角形に近く、複眼、前胸部、後ろ足大切にかけての白い線で背面と覆面が分かれる。成虫の羽根は前後とも先端が尖る。また、前肢の影に隠れた格子は透明だが、基部が黄色みを帯びる。羽根は長いが飛ぶことはなく、 後ろ足での跳躍や歩行によって移動する。飛翔可能な長羽型が現れることもあり、当下によく集まっている。体色は緑色と泡褐色の二通りがあるが、泡褐色系ではたまにピンク色に近い個体も見かけられる。体表は側面の白線以外ほぼ同一色で特に目立つ模様はない。日本全土、朝鮮半島、中国。 台湾まで離島を含む東アジアに広く分布する。九州以北では、羽がない幼虫が5月頃から出現し、成虫へは8月から11月頃に成長する。バッタ類の多くは、日当たりの良い草原に生息し、イネ科やカヤツリグサ科の植物を食べるが、オンブバッタはクズ、カナムグラ、カラムシなど葉の広い植物を食べる。このため草原に加えて、 これらの植物が多い半日影のリニエンも生息域となり同様の植生を持つ土稲ごと同所的に見られることも多い。また他のバッタ類が全くいないような都市部でも緑地帯、空き地、庭園、花壇、家庭菜園などに生息する。このような環境では牡蠣や野菜の葉を食べて害を与えることもある。園芸植物では特に菊花、シソ花、皮膚 タデカ、ナスカ、ヒルガオカがよく狙われる。なぜか、豆か植物の優先度は下がる。オンブバッタの成虫では、メスの背中にオスが乗る姿がよく観察される。この状態は、バッタ類の交尾の際に観察されるが、他のバッタ類が速やかに離れるのに対し、オンブバッタは、交尾時以外でもオスがメスの背中に乗り続けるため、オンブ状態がよく観察される。 単独行動中のオスがメスを奪おうとして、んぶしているオスと喧嘩になることもある。ありがとうございます。